はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、淡麗の、プラチナム、プラチナダブル。プラチナダブルですね。これは発泡酒ですね。アルコール度数が 5.5%。それでですね、なんか知らんけど、これキリンでしょ？アサヒも、サントリーも、あと、札幌も、この4社ですね、このプリン体と糖質ゼロの商品、発泡酒を、なんかみんなね、立て続けに出したんですよね。なんでこれはまあ買ったんですけど、まあ4つ全部買ったんですが、まあとりあえず、こちらから。プリン体と糖質がゼロというね、まあ珍しい。糖質ゼロは今まであったんですけど、プリン体ゼロっていうのはかなり、まあ、発泡酒では初めて。うん。後ろに、淡麗はうまいの先へ、世界初の特許技術で、バランスのいい爽快な飲み応えを、プリン体ゼロと糖質ゼロで再現。美味しさの常識を変えました。喉に体にプラチナ級。さあ、大人に嬉しいゼロ&ゼロを淡麗品質で。と。原材料が麦芽とホップと大麦と糖類と、カラメル色素とスピリッツと香料と酸味料と加工でんぷんと甘味料となってます。うまいのかな？まあ、なんか CM でやってるみたいですけどね。なんか怪しいんで買うのをためらったんですけど。まず第一、泡が粗い。泡が粗い。まあ、このゼロとかゼロって見るとね、アルコールがないように、アルコールもゼロみたいなのも今まであったんですけど、アルコールはちゃんと入ってるんですよね。うん、だから、うん、まあ、味にはちょっと期待はしてるんですけど、まあ、でもプリン体がゼロだから、あんまうまくないんじゃないかなと思ったんですけどね。はい、今回つまみ。用意しました。一度は食べていただきたい燻製チーズ。リンゴ木のチップでまろやかに燻製。と書いてあります。これね、300円したんですけど。うん。64g。ナトリですね。ナトリ。まあ、これを。ちょっと。でも、チーズって基本的に冷蔵庫とかに、ね、冷蔵保存とかなんですけど、これを普通に常温で売ってましたからね。なんか違うんだろうな。こんな感じになってます。それじゃ、乾杯。これあれだな。全部アルコールもゼロのやつに味が似てる。うん。うん。味が似てる。うん。あ、燻製チーズ美味しい。味が似てる。16年連続、発泡酒売り上げナンバーワンだって。さすが淡麗生。これは一番、発泡酒の中で一番美味しいのかな。とは思いますけどね、個人的に。でも、ゼロのやつよか、アルコール度数ゼロのやつよかは美味しい。けども、
やっぱり、淡麗生よかはまずい。あ、値段がね、120円ぐらいですね。安かったな。そういえば、発泡酒にしては安いな、120円って。あ、安くないのか。ん？俺、発泡酒ほとんど買ったことないかわかんないけど、値段どんなもん？みんなね、あの、4社ね、全部同じで100、120円ぐらいだったんですけど。うん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 。まあ、俺は淡麗だったらグリーンラベルだな。うん。確かにまずくはないんだけど、ぶっちゃけて言うと、あの、普通のリキュール。うん。はっきり言って、第三のビールの方がうまい。ような気がする。まあでも、でも確かに第三のビールよくはうまい。なんかね、ちょっと変なね、やっぱり、あれがあるんですよ。アルコールゼロとかの商品に似てる味がして、なんか、変なね、あの、香りみたいなのが、酸味みたいなのがあるんですよね。ちょっと酸っぱい香りがする。うん。うん。うん。まあ、ぶっちゃけね。プリン体、プリン体言われてますけど、なんかプリン体が悪いようなことなんか言ってるじゃないですか。別にプリン体自体は悪いっていうほど悪くはない。結構どこの米にも含まれてるし、うん、今ここに書いてあるんですけど、鶏のレバーがかなり含まれてるみたいですね。なんかプリン体ってなんか痛風、なんか取りすぎると痛風になるとかなんかあるけど、あの、痛風ってそもそも昔はなんか贅沢病とかって言われてたみたいで、うん。結局贅沢な食事をしてるとなるみたいな感じだった。うん。なんか、肉系とか。うん。ビール、生ビールで1リットルで 73mg。で、豚バラ 100g で 75.8mg だから、まあ大体同じぐらい。うん。ビール1リッターで、豚バラ 100g 食ったのと同じプリン体っていうことですね。鶏レバーが 75g で 234mg ってかなり含まれてますね。ちなみに白米 65g に16.8mg 含まれてます。だからぶっちゃけそんな、プリン体プリン体言われてるけど、別にそんなでもないでしょ。やっぱ若干酸っぱいんだよな、これな。若干酸っぱい。微妙。微妙。微妙っすね。
で、あとこの燻製チーズも、ちょっと個人的に微妙かな。これ300円したんですけど、やっぱね、あれが一番だわ。スモーク味の、ベビーチーズが一番うまい。値段安いし。これだって 64g しか入ってない。上に、ま、この、味だからな。普通にやっぱあのチーズの方がうまいと思う。まあいいや。ああ、消えねえ。これ、毎回消えねえんだけど、これ。9月。もうとうとう9月になりましたか。ね。全然消えねえ、これ。やばいな。ホワイトボードも新しいの買った方がいいか。全然消えない、これ。嘘だ、これ。まあ、俺、だいたいプリン体気にしてねえし。そもそも。プリン体気にしてねえから、まあ。まあ。言えないんですけど、まあ気にしてる人は買ってもいいんじゃないですかね。まあオールゼロよかは美味しいとは思います。多分オールゼロよかはまだ美味しい方。うわ、ダメだ、これ新しいの買おう。これなんかすっげえ全然消えない、これ。全然消えなくなった。これはいかん。微妙ですね、これもね。これもね、っていうかこれはね、微妙。ということで、よいしょ。まあプリン体痛風の人は結局多分痛風ってそんななる人いるのかな。それこそ多分贅沢な人、金持ちな人じゃないとなんないんじゃない。毎日さ、なんか毎日焼肉食ってるとかさ、そういうんじゃないとまあならないと思う。わからんけど。はい。ということで。3333。まあ、微妙ですね。今後買うことはないでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。